幕府軍覆表幕末の軍服は、ペリー来航後、徳川幕府及び各藩において、様式平成の導入と、並行して制定された軍服の特徴と変遷について述べる。なお、王政復古、大政奉還を経て、母親戦争時における官軍と、旧江戸幕府側の各藩の軍服についても、言及するため、軍服、軍服とも重複する。様式兵器。 装備の導入に伴い、従来の甲冑中心の装備からの軽装化が図られ、洋式のシャツ、上着、ズボン、靴等が導入された。だが、洋服を着ること自体が大多数の日本人にとって未知の経験であり、また、幕府、藩という枠組み、戦闘員、身分としての武士の存在を前提としていた事情も、手伝って、洋式軍服とは式の肌着、袴、 陣傘、陣羽織の着用、また身分表彰でもある縦脇がしばしば混在していた。江戸城が新政府軍に接収された際、接収された役の美毛が軍帽として使われ、黒毛のものは黒熊、白髪のものは白熊、赤毛のものはシャグマと呼ばれた。それまでの日本では統一された軍服は存在せず、足軽などに貸し与えられる甲冑も不揃いであったが、官軍。 旧幕府軍ともに予算の問題で全軍の統一はできず、同じ部隊でも個人により違いがあった。両者とも見慣れない黒の洋服だったためか、上の戦争では乱戦時に敵と間違えられた例もある。ありがとうございます。